皆さん、ハレルヤ。1週間元気でしたか？今日も素晴らしいイエス様に素晴らしい礼拝を捧げましょう。じゃあお祈り準備をしてください。お祈りします。愛するイエス様、ありがとうございます。今日も私たち一人一人を導いてくださって感謝します。礼拝することができて心から感謝します。心からイエス様に賛美し、礼拝することができますようにイエス様導いてください。私たちの心を捉えてください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。じゃあ皆さん立ち上がりましょう。良い道へと導いてくださるイエス様、感謝します。主は我が羊飼い、乏しいことはない。主は緑の牧場へ導いてくれる。闇に迷う時でも、辛い道の中でも、主がいるから私は怖くはないさ。闇に迷う時でも、辛い道の中でも、主がいるから私は怖くはないさ。主は我が羊飼い、乏しいことはない。主は緑の牧場へ導いてくれる。主は我が羊飼い、乏しいことはない。主は緑の牧場へ導いてくれる。闇に迷う時でも、暗い道の中でも、主がいるから私は怖くはないさ。闇に迷う時でも、辛い道の中でも、主がいるから私は怖くはないさ。主は我が羊飼い、乏しいことはない。主は緑の牧場へ導いてくれる。
私のために十字架の神様の御言葉を聞く時間です。準備はできてますか？ハレルヤで先生を迎えましょう。せーの、ハレルヤ。ハレルヤ。皆さん1週間元気に過ごせましたか？会えて嬉しいです。今日も暑い日が続いてますけれども、熱い心で礼拝を捧げていきましょうね。では今日神様がくださる御言葉を一緒に読んでいきましょう。今日の御言葉はテモテへの手紙第1、1章18節。テモテへの手紙第1、1章18節の御言葉です。私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って、私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と健全な良心を保ち、立派に戦い抜くためです。アーメン。これはアブラハムです。ある日、天幕の中で休んでいると、3人の旅人が見えました。アブラハムは3人を見るなり、走っていき、お迎えしました。どうかここで休んでいってください。お水を持ってくるので、足を洗ってください。食べ物も持ってきます。そして、奥さんのサラのところへ行って言いました。サラ、上等な小麦でパン菓子を作ってくれないか？旅人をおもてなししたいんだ。次に、牛のところに走って行き、柔らかくておいしそうな子牛で料理をするようにもお願いしました。いっぱい召し上がってください。おかわりは
こちらです。デザートもありますよ。アブラハムは心からおもてなししました。するとそのうちの一人がこう言いました。来年の今頃、あなたの妻のサラには男の子が生まれていることでしょう。アブラハムもサラももうおじいさんとおばあさんだったのでびっくりしました。しかし一年後、本当にアブラハムとサラには約束の子、かわいい赤ちゃんのイサクが生まれました。皆さん、アブラハムのお家にはね、家来がたくさんいたそうですよ。だけど旅人が来た時に、その家来にお願いするんじゃなくて、主人であるアブラハムが自分で行って、旅人に、どうぞどうぞこちらへ、お水ですよ、ご飯ですよっておもてなししてあげたよね。アブラハムって言えばさ、信仰の父って呼ばれてるでしょ。そういうね、信仰の人っていうのは、ただ礼拝を捧げたり祈りを捧げたりしているだけじゃなくて、普段からいつも良い心で進んで良い行いをしているんだね。実は初めに一緒に読んだ御言葉あるでしょ。あれはね、使徒パウロっていう人がとっても可愛がっていた自分の弟子テモテに書いたお手紙なんだ。その手紙の中にもこう書いてあったね。信仰が大事ですよ。だけどその信仰には良い心と良い行いが伴っている、一緒にあるはずなんですよって。さて、皆さんは信仰の子供だよね。ってことは、皆さんも信仰の子供だから、きっといつも良い心で進んで良い行いをしていると思うんだ。え？してない？本当かな？じゃあ例えばさ、皆さんがいる保育園とか教会でもいいや、皆さんより小さいお友達いるよね。しおんくんみたいな可愛い、自分よりも小さいお友達。みんな小さいお友達にはさ、優しく親切にしてあげてるよね。それからこういうのはどうかな。お家でお父さんやお母さんのお手伝いしたことある？例えば玄関で靴がいっぱい散らかってました。あ、これをきれいに揃えてあげよう。そういうことをしたことあるよね。先生はね、小さいけれど、みんながそういう良い行いを進んで、本当はたくさんできるってことを知ってるよ。それはとっても素晴らしいことです。みんなまだ小さいけれどさ、すぐ大きくなるよ。大きくなったら、神様が皆さんに働いてほしい、働きを任されることがたくさん出てくると思います。その時に今日の御言葉、パウロがテモテに言った言葉、これが助けになるはずです。なんて言ったか、簡単に先生が言うと、御言葉に従おうね。そして信仰が大事。その信仰には良い心、良い行いが一緒にあるはずなんです、ということです。そうすると、アブラハムとさらに、もうおじいさんおばあさんだったその二人に、かわいい赤ちゃんのイサクが生まれたようにね、皆さんのこれからの将来にも神様が
具体的に道を開いてくれる、祝福してくれくださるんです。そのことを必ずね、信じてください。皆さんが信仰を持って進んで、良い心で良い行いをすることができますように、そのような幼稚部の皆さんになることをイエス様のお名前によって祝福します。アーメン。それでは今日の御言葉を思い出しながら一緒にお祈りをしましょう。はい、お祈りのポーズいいですか？目をつむってください。神様、今日の御言葉を感謝します。信仰が大事です。その信仰には良い心と良い行いがいつも普段からあるはずなんだということを知りました。アブラハムが旅人を進んで迎え入れて、優しく親切にもてなすことができたように、私たちも普段の生活で小さいお友達に優しくしたり、お手伝いしたり、いろんないいことができますように、神様、私たちを導いてください。そして私たちの道を開いてください。感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。では感謝の心で神様に捧げ物を捧げていきましょう。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。神様、今日も素晴らしい御言葉を与えてくださってありがとうございます。今日感謝を持って心を込めて献金を捧げます。喜んで受け取ってください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。神様、今日子供たちが神様に喜ばれることだけをします、嫌われることはしませんという心を決めて祈りました。そして神様の言葉に感謝して、心を込めて捧げ物を捧げました。子供たちの未来を、将来を、夢を、信仰を祝福してください。感謝し、イエス様の御名によって祝福し、お祈りします。アーメン。それでは、主の祈りをもって礼拝を終わりにしたいと思います。天に増します我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独、地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。すべての栄光を神様に返しましょう。